道南の八雲町でトラックとバスが衝突し5人が死亡した事故で、トラックの運転手が事故当日勤務先に体調不良を訴えていたことが分かりました。この事故は18日、八雲町の国道で養豚会社のトラックと都市間高速バスが衝突し、バスの乗客3人と運転手、トラックの運転手の合わせて5人が死亡したものです。警察はトラックが対向車線にはみ出したとみていますが、捜査関係者によりますと、トラックの梶谷誠運転手が事故当日、勤務先に体調不良を訴えていたということです。会社としても確認をしているところで、でこの確定する内容については警察の方に情報を会社の方としても全部提供させていただいて、まあ、捜査をしっかりしていただいて、警察は当時の運行管理などに問題がなかったか調べを進めています。